どうも、ナオチンです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は絆の記憶の理想的なセットができたのでご紹介します。大はですね、特技のダメージを上げてあげると、一番使いやすかったですね。なので一つ目が夜明けの一撃、第一弾のダメージが 28% 上がります。プラス攻撃力もアップで、二つ目にガルダンディですね、攻撃力も上がって特技ダメージが 14%、 そしてもう一つが炎を切る、これは攻撃力は上がりませんけども HP が63、そして開破山のダメージが 32% です。で、次に行きます。大の空裂弾ですね、攻撃力が上がって特技ダメージも 24%、 さらに空裂弾が 44% 上がります。そしてもう一つ、勇敢な少年へ、これで、攻撃力と耐久力を上げてあげる感じで、で、最後の一つが、最後の武器。攻撃力が上がって、耐久力が 7% 下がるんだけども、HP 吸収 11% がついてますので、各所で HP を回復できるので、便利です。まあ、これが大の一番理想的なセットかなっていうふうに思います。では、早速戦っていきましょう。それでは龍騎衆と戦っていきましょうかね。特技セットは第一弾と空裂弾、そして開破弾を入れてます。こいつ結構痛いんだよね。攻撃を受け出したらかなりダメージもらうので注意しないといけない。いけるか、無理か、あ、無理か、あ、無理だ。いけるかなと思ったんですけどね。まあまあ通常攻撃で HP を回復して次に挑みましょう。あんまりだ。はい、次くだらん。こいつ引かないんだよね。よし、遠距離か。これ下手に回避しない方がいいもんね。そこだ。あ、おお、嘘、当たった。くだらん。はいはいはい、もうちょっと攻撃チャンスを作りたいね。よし、ひるめ、ひるんでくれ。 HP もちょっと回復しつつ、しジャスガもね、練習してるんですけどなかなかジャスガ難しいですよね。うん、難しい。 OK、 たまに成功する。よし、ちょっと通常攻撃で HP を回復しときたかったけども、アイテムで回復しとけ。よし、この程度か。おい、いた。 OK、 あぶねえ。よし、いいんじゃない。これも聞け。開破弾。いいね。ドラゴニックオーラ。よし、限界。今度は俺の秘技を。終わり。先生の技を受けてみろ。こんなはず。やったぜ。はい、ということで今日は大の絆の記憶の理想的なセットでした。俺が思う理想的なやつは夜明けの一撃に空戦機ガルダンディ、炎を切る、そして大の空裂弾、勇敢な少年へ、最後の武器。これが大の理想的なセットかなと思います。
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。